はい、こんにちは、リショーゲームです。二の国クロスワールドやってますか？僕はね、ちょっとハマりすぎて毎日やっております。本日ね、ガチャチケットが結構たまったっていうかね、集まったので、やってるんですが動画撮る気なかったんですけど、ちょっと神引きしたんで、ね、ここから行きたいと思ってます。はい、ありがとうございます。果たしてレインボーとか来てほしいな。水流怖い。水流っぽい。違うかな。豚？闇豚。ゴブヒン。攻撃型ゴブヒン。はい。あともう一体は誰でしょうか。なんだこれ。全員違うのか。なんかすごい演出なんだけど、誰だ。バニーボット、サポート、サポートいいですね。しかも光タイプや。ちょっとスキル見てみますね。ねクリティカル抵抗か、ちょっとあんまり使わないかな。あのね、基本的にね、サポートタイプをよく使ってます。バニーボットが再武装して戦闘態勢を取る、主人にバリアを付与し、バリア作動中は気絶、転倒、制圧に対するレジスト率がアップする。おお、これはすごい。 50% 絶対防御。バニーボットが、味方イマージェンに5回分のダメージを防ぐバリアを張る。バリア発動中全ての属性状態以上のレジスト率がアップする。ただし気絶などの行動不能レジスト率はアップしない。いやでも使えるよね。やば。ちょっとこのまま引いてっちゃいたいと思います。でついでに武器も引いていこうかなと思います。で全然ね、レインボーがね引けないんでね。あ、来た。わお、レインボーがね、武器が来ないんですよ、ね、全然。だからね、イマージェンはまあまあ来るんですけど、果たしてどんな感じになるか。まずは銀から開いて、金金金金。それでレインボー、期待のレインボー。誰だ。水流来い。水流、水流可愛いからね。水流が来ちゃいます。引きいいな今日。めちゃめちゃ引きがいい。え、国王もらえるやつやないかい、こいつ。わー、国王強いのかな。闇だよね。7秒間 HP、 最大 HP 7.5% 分のバリアを張る。バリア発動中ボスモンスターから受けるダメージが 15% ダウン。ほうほうほう。国王が前進に向かって突進する。攻撃を受けた敵はノックバックし、突進を始めた国王は阻止できない。阻止できない。どうなんだろう。ちょっとわかんない。でもこれってさ、イベントってこれ国王だよね。国王を引いてほしいんだよね、これ多分ね。ラーバか。ラーバが消えることのない炎の力で主人に不死効果を付与する。不死効果発動時は HP が1秒にならず、不死効果終了時 HP が回復する。 2.5 秒間か。結構いろんなやついるね。もう一回行きましょう。できたら引いてほしいです。ラーバかっこいいやつ欲しいな。うわー、来なかった。もう普通になんかこの雫が落ちた時にレインボーじゃなかったの厳しいね。まあ、また今度ということで。はい、かわいい。はい、かわいい。
はい、ということで、次はね、装備か、装備いこうか、装備を20連いきたいと思います。意外に最近お金困らなくなったんだよね。なんかゴールドコインとか結構努力するから、シルバーコインとかね、ああいうの売れば結構お金になるみたいなんで、最近お金に困らない。レインボー来ないな、レインボー来ないな。武器がね、どうしてもね、来ないんだよね。あとね、あの武器の闇の3が来ない。いつまでも闇の3が来ないよ。闇の3欲しい。はい、もう一回いきます。レインボー来い、頼む。武器来い、武器。うわー、厳しいわこれ。全然来ないわ。武器ガチャはあんまりもう期待しないでいこうかな。うん、これも完全にだってもう金があったらいいぐらいだもんな。うわ、全然ダメ。武器ガチャほんまにダメだ。あ、来た、シルバー来た。あ、シルバーじゃなくて、来たシルバーじゃなくて、来ました、シャドウスピア。ちょっとこれ鍛えていこうかな。鍛えて配信動画というかね、一回終わろうかな。はい、ということでございました。パーティーにハニーボット入れたんだけど、え、ハニーボットが最初から強いの？もう最初からねじ込むってこと？え、全然、ちょっと待って、音も選択、イマージェン、マジか。ハニーボットなんで入ってきた？ハニーボット7秒間最大 HP に 10% 分のバリアを張るでしょう。範囲内に味方のイマージェンに5秒間5回分のダメージバリアを張る。どうなんだろう、俺的には。あれ、どれだったっけ、どこ行った、炎がどこ行った。あれ、俺炎の4いなかったっけ。いた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 。この子の方が強い気するんだけどな。強い気がするんだけどな。HP が最も少ない味方のイマージに1体の HP を回復するんだよね。失った HP の 10% プラス2000分の HP を回復、そして毒状態を回復する。この子は 7.5% 分で 1000回凍結を回復する。味方イマージェンの HP を 35%。 まあでもこれが選ばれたっていうか、この子が強いってことなんだろうね。でもこの国王ってどうなんだろうね。7秒間最大 HP が 7.5% バリア、ボスモンスターからのダメージが 15%、まあ、使いたいけどちょっとなんかあれだな、いろんなやつがいすぎて。はい、という感じでございます。ついでにちょっと武器鍛えちゃうかな。武器を鍛えちゃおう。今手に入ったのはここら辺かな。成長ちょっとね、手に入んないんですよマジで。まあダメだね、 100% の時にしかね、上げたくないんですよ僕ね。なんでかっていうと、確率だからさ。まあ、皆さんどうなの、 66% だったら行く人もいるかもしれないですけど、僕はねもう確実に上げていきたい。もう素材がやっぱり限られてるんで、だからね、後で揃ったら、まあ、爆発力高いんだろうなと思うんですけどね。やっと闇来たよ、闇やっと来たよ。全然レベル上がらんだけど、
ダメだな。これは使わない方がいいか。とりあえず闇吹きは強くしといて損はないんで。80で失敗する。あとはそうだな、まあダメだよこの子。覚醒はちょっと足りない。はい、という感じで戦闘力は208,165ということでございます。はい、いやー皆さんね、どうです、どうでしょうか、ほんとね、どうでしょうかっていうか、まあ、やることが多いからね、すごい多いから、まあ、イマージェンが、まあ、結構大事かなっていうふうにはねやっぱ思いますね。イマージェンちゃんがね、あの大事、この子たちがサポートしっかり入ってくれるか入ってくれないかが大事かなと思います。攻撃よりはね、僕はねサポート特化した方がいいかなと思ってるんで、まあ、一応もう水流で、まあ、攻撃特化、攻撃させて、あとはまああのなんだろうな、うん、他にサポート2人入ったらいいかなとは思うんですけどね。まあということでございまして、今回ね、あでもまだちょっと引けるわ、ちょっと引ける、引いちゃおうかな、武器ガチャ引いちゃおうかな。いや迷うな、めっちゃ迷う、武器ガチャあれだけ引けないからな、あれだけ引けないってなってくるちょっと焦るんだよな、ちょっと焦るから、やめとこうか。濃縮アロマ買っとこう。やっぱね迷うね、何事もね、うーん迷うな。一応買っとこうかな、これ2個買っとこう。でポーションは、ポーションはね、いくつあっても足りないからね。中でいいかなと思うんだけどね。なんか中も最近、あんまり回復量が低いから、ボス戦でやられちゃうんだよな。お会いできて嬉しいわ。んで、ちょっと武器上げたいけど、経験値入んないな、経験値少ないな。少ないな経験値。ダメだね、使わない方がいいね。迷うな、めっちゃ迷う、いろいろ使うのが。黒竜、国王、ゴブヒン、ゴブヒンって何だったっけ、こいつ、こいつもサポート攻撃か。もうシャドウスピアもはや剣やん。で、せやな、何かな、引きたいっちゃ引きたいけど、ほんまはコスチュームが欲しいけどね、個人的にはコスチュームが欲しいっちゃ欲しいですけどね。
でもだってこれだけの中だからな、相当弾けないと思うんだよね。なりきりレリックとか欲しいけどね。まあちょっと今はあんまり高望みしない方がいいかな。武器が欲しい。一回だけ引いちゃえ。うわー、ほんまにレインボー来ない。マジでレインボー来ない。えぐいって、えぐいって、マジでえぐいって。もう一回行く。いや閉じとこう。こんなもんでしょう。もうさすがにちょっと怖いわ。引けなさすぎて、引けなさすぎて怖いわ。で今装備がちょっと増えたから、光だな。覚醒、覚醒、はい覚醒。グレードアップしたんだけどね、グレードアップの素材が手に入らんのよな。はい覚醒。いやちょっとこれも怖いな。やっぱね、挑戦するのは怖いですね。ちょっと怖めですね。覚醒しときましょうか一回。てか最近なんかフィールドボス、フィールドボスがさ、あれバグなのか知らんけどさ、もう全然なんか入れなかったんですよ。暗転して暗転して入れないわ。結局入ったらなんかもうフィールドボス倒されてて、でちょっと強い方に行ったらもう僕なんかもう全然ボコボコにされたというかね。もうほんまにアクセサリー全然手に入んない。ほんまはねアクセサリーとかね結構欲しいんやけどね、うまくいかないよね。覚醒だね。もうちょっと強くなってきてるよ。星4武器諦めようかな。もうここまで鍛えちゃえば、ここまで鍛えちゃってたらさ、ちょっと諦めつくよね。ここまで来ないんだみたいな。でポーションを周囲に変えようかな。どんくらい出すんだろう。死なないんだよ。20%。 あ、 25% なんだね。そんな変わんないやん。え、エナジードリンク、何の話。とりあえずいいや。エナジードリンクってこれ、ね、なんかもう買えんのこれ。エナジードリンク欲しいわ。ていうか疑問に思ったんですけど、リリースして2日目ぐらいでさ、ステータスが戦闘力44万超えてますみたいなこと言ってた人いたんですよ。あれって実質可能なのかな。え、どうなんですかねあれって。ほんまね、チートか、それかもうもともとプレイしてたプレイヤー、運営側とかじゃないとさ、
44レベルって厳しいと思う。戦闘力44万って厳しいと思うんだよね。めちゃめちゃ強いじゃん44万って。いやーなんかすごい、あの謎な感じ、お分かりいただきますか。まあ、ということでございまして、ちょっとこれからね、討伐行ったり、あとはつば九郎クエスト行きながらちょっと戦闘力を上げていこうかなと思います。まあ、基本的にね、僕ね、ちょっともう記録、こっちの冒険記録の方の、まあ、このねモンスターたちをちょっとずつ星増やしていこうかなと思ってるんですよ。そうじゃないとちょっと結局ね、レベルじゃなくて戦闘力がちょっと頭打ちになってきちゃってるんでね、少しね、なので、一旦こういうボーナスもらえるやつらをちょっとねやっていこうかなと思います。獲得戦闘力あんま低いけどね、ちょっと低いけど、まあそれでもやらんよりはマシでしょう。まあ、とりあえずそういう感じでいこうかなと思っておりますね。よかったらね、気軽にフレンド申請、チャンネル登録、そしてシェア、高評価よろしくお願いいたします。リショー TV でした。またね、また更新します。じゃあねー。ちょっとこれバグでね、あれです、アップになってます。はい、ありがとうございました。